ネルです。お願いします。お願いします。はい、ということでね、まずは皆さん今7月です。暑い。はい、7月ということで村上さん、7月って何のイメージありますか？夏休み。夏休み。そうですよね、夏休み。ということで夏休みには何があります？石田コーチ。そりゃもうあれですよね、夏の甲子園。甲子園ですね。山内目指しました、昔。そうなんですか。見た目だけでバレました。バレました。すいません。じゃあ仕事で他に何かあります？夏休み。夏休みといえばプール。プール。そして自由研究。自由研究。お、宿題ね。宿題ね。宿題ね。嫌なこと言いますね。31日まで貯めるタイプでしょ、僕。8月31日までね、はい、はい、いますね、そういう方もね。終わらせろよ。はい。いい夢見るんだけどね。はい。はい、ということで今日は、今言っていただいた自由研究、我々でちょっとやっていこうと思います。はい。ですけど皆さん、ちょっと後ろ見てください。後ろ椅子何脚あります？3つしかないですね。3つ。そして3。このメンバーは1、2、3、4ですね。ということで、今日は作るのは3人しかできません。おっと、何人だけ？え、みんなやるって言ったじゃないですか。ちょっとスペースの関係上あ、じゃあもう3人しか映れないってことですか？そういうことです。1人は声だけ必要。それはきついな。そう、このオープニング以降は、映らないです。はい。久々にカメラに映った村上さんもこれだけで終わるかもしれない。えぇ、ー、それはきついね。負けてらんないな。ということなんで、じゃんけんしましょう、今日は。じゃんけんして、勝った人から、好きな道具選んでってください。まず勝った人から、1番の人から。そうです、1番最初勝った人、2番目の人選んで、3番目の人選んで、4番目の人、一番負けちゃった人、カメラマン。あ、そういうことね。分かりやすいでしょ。これだけして、そういうことです。っていう感じでいきますね。勝てばいいですね。そうそうそう。ということで運命のじゃんけんにいきましょう。僕勝利出すよ。はい、ということで運命のじゃんけんです。最初はグーいります？最初はグーですよ。 OK です。はい、行きましょう。最初はグーですよ。はい、行きましょう。はい、最初はグーじゃんけん。はい。おー、これはなかなか。はい、どうでしょう。おー、うわ、取り勝ち。1番、はい、なんか運持ってますね。じゃあ1番、じゃあもう早速撮ってカメラの前で見せてください。大量のガットと糸、そして何かこれにします。はい、OK。 はい、じゃあ土足こっち1位抜けってことで、はい、2番目行ってみましょう。ちょっと画面外今が決まりますからね、これ。はい、最初はグー、じゃんけん、ほい。何だこれ。よし、はい、こうでしょ。おお、次チョキ出すからな。いや、僕はもう決めましたよ。次チョキ出すから。はい、こうでしょ。よし。はい、じゃあ石田こっちもじゃあ選びましょう。なんかいいの選ばないでくださいね。お願いします。縄跳び？え？いや、はい、ご紹介するのはこちら、小麦粘土。まあ、紙粘土ですね。はい、そのこの色付きの紙粘土で、はい、僕は自由研究していきたいと思います。はい、じゃあ石田コーチ2番目に抜けたんで、我々です。やばい、ね、村上さん、インタビューとかでね、声出しばっかだから。そうなんです。結構映る機会珍しいから、存在を多分皆さん分かってないので、声がね、変の声みたいな感じ。そうそう、よし、まあ、勝負の世界なんで。そうなんです、もう村上さん、しょうがない、ちょっと待ってくださいね。さあ、OK。 最初はグー、じゃんけんぽい。いい、やった。いつも喋ってんじゃん、俺。やったね。 OK、じゃあ村上さん、じゃあ好きなの選んでください。よし、こっち出過ぎってことですね。じゃあ私はこのロストボールとねを使って、なんか可愛いものを作りたいなと思います。女性らしい可愛いもの。はい、可愛くしちゃうぞ。はい、はい、ということで、
山内、今日映るのはこの企画最後になるかもしれません。バイバイ。声だけお楽しみください。元気でね。ありがとうね。はい、ということで一応メインのものはそのガット、粘土、ボールでいきましょう。それぞれ一応なんか目とかその金具とかちっちゃい小物に関してはそれぞれまあ喧嘩しない程度で分け合ってください。ね、メインものダメです。メインものはダメですね。これそうだからメインもの持っちゃう。メインものは取っちゃダメ、取っちゃダメ、ね。はい、真ん中に置いてあるのはハサミとかペンとかなんかそのキラキラした小物とかボンドとかは自由に使ってください。ということでじゃあ早速作業に移りましょう。じゃあ一言ずつ、じゃあ意気込みを、じゃあ村上さんからいこう。私からですね。ちょっとなんかどうしようかなってまだ具体的な案はできてないんですけど、まあ自分の感性を信じて作り上げていきたいと思います。こう言ってんなんで頼みますよ。はい、そしてじゃあ我らがリーダー土橋コーチ、こんな感じです。こんな感じね。はい、非常にふざけてます。はい、でもね、はい、じゃあ作業に早速移りましょうかね。ちょっと置くのは置くの意気込みはすいません、石田コーチ忘れてた。あ、すいません。じゃあ石田コーチ行きましょう。そうですね、粘土さあよしやってください。ちょツッコミもう握手ばっかし。はい、粘土使うのは本当にもうね何十年ぶりぐらいなんで、はい、まずは粘土の仲良くなること、はい、そしていろいろ対話して紙粘土開けていくもん。なんか土橋コーチも早速形がちょっとできてきましたけど、何を作りたいのかなって感じが。内緒です。内緒、うん、僕のクラスにいる人は結構わかる。お、なんかしゃもじかな。縁切り、どうしようかな。なんか可愛く、なんか可愛いのを作りたいんですけど、ちょっと今考えてますね。とりあえず目つけときゃ可愛くなるんですよ。目つけときゃって一応言い方がちょっと可愛くなかった。目つけておけば可愛くなりますよ皆様。おままごとしてるんですか。いや、これもまだ作って途中なんで。作って途中、はい、まず粘土切るところから。はい、土橋コーチ横でめっちゃ笑ってますからね。懐かしい、懐かしい粘土。はい、これまず切ることが大事なんですよ。はい、ちなみにですけど、一番作品の評価低かった方罰ゲームはございますんでよろしくお願いします。言ってないよ。はい、今言いました。聞いてないよ。はい、評価の基準は、山内に委ねられてるんで、はい。聞いてないよ。気をつけてください。山内くんかっこいいよ。そうだね。山内さんって本当にかっこいいんですよ。はい、では作業お疲れ様でした。はい、皆さん何分間ぐらい作業したか知ってます？3分ぐらい。いやでも言うて15分とかね。ね、起こしよう。カメラの時間57分になりました。7時間の楽しい時間はすぐ過ぎるんですね。そうですね。はい、ということで、じゃあそれぞれ作品の発表に移りたいと思います。はい、じゃあ作品の発表、一応僕ともう一人やってもらうんで、評価の方は。もう一人の方は誰がどれかって分かってないんで、僕はちょっと見ちゃってるんで分かってるんで、そこはご了承ください。作る過程とか見て、そう、ね、どれだけ頑張ってるのかなっていうのも含めてなんでね。はい、じゃあまず作品の発表いきましょう。じゃあ村上さんからいこうかな。私からか。はい、じゃあ村上さんの作品、村上さんボール使ったんですよね。はい、ロスボールで。ロスボール、はい、じゃあどうぞ。
なんかあの可愛いのを作りたいなと思ったので、なんかちょっと可愛いのを意識して作り始めたんですけど、まあ、まずこれがちょっとおしゃれな、ちょっとインテリアとしても使っていただけるようにちょっとラメらせていただいたボールでございます。こちらがおラメらせたやつね。ラメらせたやつですね。インテリアとしてもこう置いていただけるような感じで、はい、こちらが、まあ、うちのオリジナルキャラクター。オリジナル名前は、はい、これはクリームパンパン。クリームパンっていう、あのなんか自分で考えた、考えたキャラね。はい、OK、じゃあ 3個目はこちらがあの一番のお気に入りの、お気に入りの、はい、これが、丸尾です。丸尾は結構キュートな性格なので、はいはいはい、あの今後のは溝の口校でお会いできたらちょっと挨拶してもらえたらなと、はい、なんか口元に食べこぼしついてますけど。いや、これはあの口が赤いよっていう、ね、ああ OKOK、はい、でも次がもう本当に溝の口校のアイドル、アイドル、あのジョセフィーヌでございます。ジョセフィーヌ、はい、なんか白いの残ってますけど大丈夫ですか。これはちょっとあのもう唇が熱いで、もう有名石原ムーンリーサ女優さんみたいな感じではいはい、はい、あのタラコ唇をイメージさせていただいて、でもセクシーなあのまつげと一緒に、はい、させていただいて、はい、あと最後にあ人参も一緒に作らせていただきました。はい、ボールで人参作った。はい、いや、これはあのなんか落ちてたので。落ちてた。はい。と人参作らせていただきました。ドロップ品ですね。はい。オッケーです。はい。はい。以上です。以上。はい。はい、じゃあ石田コーチの作品です。じゃあ発表お願いします。はい、紙粘土、紙粘土ですね、使ったの使いました、はいはい、あの紙粘土に聞いたところ、あまり形は変えたくないっていう。紙粘土に聞いたんですか。聞きました。あ、聞いたの、はいはいはい、どうしますかって聞いたら、はい、いや、あんまりあの、はい、そうですね、形を変えたくないっていうのを、はい、あの紙粘土様からちょっとお達しが、はい、あったので、はいはいはい、まあ、あまり形を変えずに、はい、あのちょっと丸みを帯びた感じで。サッカーボール。いや、これはあれですね、テニスボール。テニスボール、テニスボールです。はい。ちなみにこれがあのフォークボールの握りです。フォークボールの握り、はい。これがフォークボールです。はい。で、これが、レディスといったらね、やっぱあの栄養補給大事だと思います。はい、テニス選手がよくね、試合中に食べてる。これね、下に引いてあるのは、あ、これですか。はい。テニスコート作ってみました。さっき芝生持ってるの見ましたけど、もうちょい大きかったですよね、確か。いや、気のせい、錯覚。そんなことないと思います。はい。ですね、そこの隣の紫芋みたいな。じゃあこれちゃんとあの意味があって、これあの芝生、あ、芝生、あ、そうなの、あるの、あるのね、意味が。これあの一応ウィンブルドン、ウィンブルドンをあのイメージして、はい、はい、で、あのウィンブルドンにちなんで、まあ、ウィンブルドンってまあイメージ的にはあの緑と紫じゃないですか。はいはいはい。でちょっとあの自分もあの架空のねウィンブルドンのマスコットキャラクター作らせて、名前は、いただきました。名前はウィンブルドンです。ウィンブルドンはあの狩猟と書いてのドン。いや違います、カタカナです。カタカナでドン。ウィンブルドンですよ。ウィンブルは、ウィンブルもカタカナです。石田コーチ、はい、以上石田コーチの作品でした。はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ石田コーチ、じゃあ作品の発表お願いします。はい、皆さんがやってるスポーツといえばということで、やっぱガットも使ってるんで、ラケットです。ラケットを、ガットを使ってのそうラケット、はい、そう、ガットもちゃんとあり、でちゃんとチャームがついてできるように、おー、すごいすごい、チャームつけ、はいはいはい、どこでも持ち歩き可能。おお、あなたの携帯へつけませんか。あれ、土屋しこち使ったのあれガットじゃなかったっけ。ガットですよ。なんか右下に、なんか下にあるのはすごく早く終わったので、確かに終わるの早かったですね。ちょっとこう、やっぱ溝口のキャラクターを作らないとなと思って。はいはいはい。あの、モヒカンがトレードマークの向井幸雄っていう、はい、モヒカンの名前はないですね。モヒカンの名前はないです。それはもうトレードマーク、あのやっぱ個性を豊かにっていうぐらいで、はいはい、ただあの筋トレをちょっと体幹をメインにしすぎて、はいはい、ボディだけでっかくなる。手足は小さいんで、ラケットも今どん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 これ落ちてきてます。あ、ラケット2本あったのね。ラケット、あ、もう1本作ってみたんです。はいはい、握らせてるやつね。ピンクで作ったんですけど、はいはいはい、ちょっとラケットの重みが落ちてきてる。ああ、そういうことね。そうです。はい、オッケー、ということで、じゃあガットはちょっと
はい、じゃあ、向き向き用に。じゃあ、以上、土橋コーチの作品ですかね。じゃあ、はい、この後は結果発表移りますんで、お願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあ評価の方に移りたいと思います。今日は僕の他にもう一人コーチ呼んでおります。藤原コーチ、どうぞ。お願いします。はい、ということで、じゃあ僕と藤原コーチが、作品の評価をしていきたいと思いますね。藤原コーチは、誰がどれを作ったか分かってない状態で来てもらってるんで。全く分かんないんで。はい、で僕は一応分かってるので、作った過程を見ての判断でいきたいと思いますね。で、藤原コーチは、今日使ったあまりの粘土。これは好きなと自分がいいなと思った作品の前に、置いといてください。同じ作品に置いてもいいですし、はい、1個ずつでも構いません、はい。僕はいつものトレードマークのリストバンドで、1個ずつ、はい、置いておきますんで、はい、お願いします。じゃあまずは藤原コーチからいきましょうか。これでお、いいですか。ナントツで、ナントツで僕好きっす。OK です。このキャラクター、はい、キャラクター、はい、キャラクターみんな言ってもらったじゃあ僕も行きたいと思います。僕はね、でもやっぱこれで、すごい綺麗だし、なんかもうやっぱ効率が良かった。あちょっと壊れたから、ちょっと評価怪しいな、これ。今のところに評価に偏りあるんで、僕もう一個すごいすごい頑張ってたところに僕はもう一票あげたいと思います。僕はこれにあげたいと思います。結構苦戦しながら頑張ってたし、すごいなんか他の人がボンド占領してて使ってなかったっていうのもすごいかわいそうだったんで、はい、見たいと思いますね。はい、じゃあ早速、じゃあ作成していただいた3人に振り向いてもらいましょう。いきます。じゃあ3からいきますね。はい、はい、3、2、1、どうぞ。イエーイ、入ってなかった。右上、右上、はい、じゃあ作業中、作業中なんですけど、はい、じゃあ改めまして、作品が今土橋コーチがいじってるところですね。ミニラケットと、ムキムキを、はい、が、土橋コーチ2票、山内1票で、はい、全部で3票、第1位です。おめでとうございます。はい。で、作成者、土橋コーチ、はい。はい、一番、端の、キャラクター4つが、作ったのが村上さん。はい。はい、1票、はい。ありがとうございます。ね、すごいこれ、ボンドボンドって言ってるのになかなか貸してくれない先輩がいたからね。ちょっとよかった、ボンド大変でしたね。はい、真ん中のなんかちょっと汚い感じの汚いって言われてくださいよ。はい、これと、はい、なんかチェスコートとボールとバナナとウィンブルドンですよ。なんか石田コーチ、これこれこの企画今1時間近く撮ってたのに1時間作った成果がこれっていうのはちょっとあのカメラマンとして今日許せなかったんで、はい、票はあげませんでした。失敗を重ねて、はい、ということで最初言ったこと覚えてます？皆さん覚えてます。最下位の方は罰ゲームがありますんで、なんと罰ゲームしたコーチ、はい、ということで、とりあえず右手の修理そのままでいいですかね。はい、はい、ということで、罰ゲームの汚れ様子は後で、動画の最後に流しますので、ね、よろしくお願いしますね。はい、じゃあ作った感想を、じゃあ一言ずつ、じゃあ第1位の土橋コーチから。はい、有名キャラクターを、この有名キャラクターを作れたということで、すごい楽しかったんですけど、何よりも右腕を藤原コーチに壊された。いやその僕はこの後ラケットでタコナブにしてやろうかな。というのは冗談で、まあ、こっちがメインなんですけど、ちゃんとちょっとガットっていうものをつけてできたんで楽しかったです。はい、ちょっとボンドに苦しめられました。ボンド、はい、なんかあとこれ張り替えの時とか土橋コーチ言ってくれたら作ってくれたり、作りましょう。お、じゃあ欲しい方ぜひ。ガット放送なの。まあそうですね、張り替えの際にぜひお願いします。はい、じゃあ第2位村上さん。はい、なんかこう初めてこれ作ったんですけど、自分がこんなにもセンスがないんだなって、他のこう
かなさんにも気づけたし、まあ、すごいなんて言っても楽しかったので、まあ、いい時間になりました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、記念すべき第3位、石田コーチ。そうですね、ここで芸術の、ね、センスを、ね、開花させようと思ったんですけど、まあ、一番爪痕は残せたんじゃないかなと思います。はい、はい、ね、こいつ誰？リンブルドンです。リンブルドン。はい、次回、この3人のアニメーションを作っていきたいなと思います。編集村上さんお願いしまーす、ね、評価ちょっと手伝ってくれた藤原コーチも一言。最高です。はい、藤原コーチもお気に入りでした、はい、ね、はい、ということで、じゃあ最後罰ゲームは藤原コーチに決めてもらおうかなと思います。じゃあ一発ゲーでお願いします。お、オッケー、やってるやつな。はい、じゃあこの後石田こっち一発ゲーです。はい、ということで1回動画はこれで切りたいと思います。はい、それでは皆さんまた。なんだかないい夏休みを宿題終わらせろよ。以上、罰ゲームでした。